今回ですね、オーストラリアに来て今1ヶ月ちょっとぐらいなんですけど、この1ヶ月ちょっとでいろんなことがあったので、その近況報告も含めて今現状どんな感じなのかっていうのをちょっと話していければなと思っています。で、まず僕がこっち来た時に、シュデンハムサッカークラブ、シュデンハムパークサッカークラブかっていうところと、サインしてました。で、そこっていうのはステイトワンリーグって言って、オーストラリアは A リーグ、一部のクラブがあって、そこが一応プロリーグってされてるんですけど、その下からはNPL っていうのと、あとステイトっていうので、いわゆるセミプロっていう扱いですね。で、そこから NPL1、2、3で、そこからステイト1、2、3で、その下まであるのか分かんないですけど、なので、ステート1っていうのは、A リーグから数えると、5部に当たるリーグになります。で、そこのチームで2週間ぐらい練習をして、でも週2なんで、結局3回、4回ぐらいしか練習はしてないんですけど、ニューカッスルっていうシドニーの方の、ところにキャンプっていうか、なんかカップ戦があったんですけど、カップ戦に参加をして、で、そこで1試合目でちょっと軽い肉離れをしてしまって、ちょっと離脱みたいな形になったんですよね。で、そこで帰ってきた時に、チームからいきなり、別の選手を探すからっていうことで、特に怪我の状態とかもこういう、もうすぐ治るとは言ってたんですけど、なんか元々のパフォーマンスになんか満足してなかったみたいで、で、別の選手を探すっていうところで、いきなり契約解除っていうのを言われました。で、そこのチームとは今、その参加した分の給料は払ってくれよっていうところで、ちょっといろいろお話をしてるんですけど、その後、1個上のカテゴリーの NPL3 のチームに練習参加をして、そこがちょっと選手欲しいっていうところで、僕のビデオを見てちょっと興味があるっていうところで行ったんですけど、で、行って、1回練習した後に来てほしいっていうところで、契約書の内容というか、その契約内容っていうのを提示されたんですけど、場所が遠いっていうのももちろんありますし、結構遠かったんですよ。で、そこもあったし、契約内容っていうのが、僕の考えてるところ最低条件っていうのを満たしてなかったので、そこはちょっと断って、ちょっとそれじゃやれないっていうところで。で、その後、その週か、次の週かに、ステイト2のリーグのチーム、いわゆる、6部ですかね、のチーム、アルビオン・ローバーズ FC っていうところに練習参加をしたら、すごく1回目の練習から熱心に誘ってくれて、もう取りたいっていうところで、どうだみたいな感じですごい言われたんですけど、ちょっと契約内容にももちろんよるんで、そこはちょっとすぐには返事せずに、エージェントと話すよっていうことを言わせてもらって、で、その週の練習試合、プレシーズンマッチがあったんですけど、そこで終わって、正式にオファーを出すっていうところで、契約書をいただいて、で、僕の希望最低こんぐらいはっていうところで、それを飲んでもらって、先日そのチームとサインしました。なので、いわゆるステイト2なので、いわゆるオーストラリアのリーグでいうと、上から数えて6部のチーム、6番目のリーグのチームっていうところで、チームとしてはね、今年すごい優勝できる能力もあるし、チームとしても優勝して上に行きたいっていう、すごく、なんていうんですかね、力を入れてる、今年は何としても上がるぞっていうような方針のあるチームなので、すごくそのミッションを遂行するっていうのは、すごく面白そうだなと思いますし、何よりも、チームがね、オーナーを含めて、すごく欲しがってくれたというか、カテゴリーはそんな高いわけじゃないんですけど、もちろんめちゃめちゃいい選手もいますし、なんていうんですかね、アットホームさというか、すごく求めてくれてるっていうのがすごい刺さって、なんとか力になりたいなと
そしてここでサッカーやりたいなっていう風な気持ちになったので、そこで今年はプレーすることになると思います。はい。っていうことがこの1ヶ月ぐらいちょっとありましたね。はい。で、家はまあ相変わらずここに住んでて、で、まあしばらくここに住むことになると思うんですけど、で、仕事もね、今は、寿司レストランみたいな、近くの寿司レストランみたいなところで働いてるんですけど、あんまり時給が良くなくて、で、オーナーの方からね、あの別の時給がいい仕事を紹介してもらえて、まあ後々それも始めていくのかなと思います。なので、まあとりあえずそこがね、クリアになれば、ある程度生活は落ち着くのかなと思うので、まあいろんな勉強だったりとか、サッカーも含めて、集中できるサイクルがこうできてくるんじゃないかなと思います。なので、まあ、そんな様子もね今後、動画としてアップしていきたいなと思っていますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。そしてまあコメントだったりとかでね、応援もしくは質問だったりとかもやってくれれば、書いてもらえれば、答えることはできるので、はい、なのでその辺もね何かあればぜひぜひコメントお待ちしてますのでよろしくお願いします。はい、っていう感じで今日はね、高校オーストラリアに来て1ヶ月ぐらいの、近況報告、そして現状どんな感じなのかっていうのを話させてもらいました。またこれからもね頑張っていくので応援よろしくお願いします。ではまた、バイバイ。